富永明は日本の和裁職人。現代の名校、江東区指定無形文化財保持者。大相撲の呼び出しが身につける際着工の制作を手掛け、呼び出しの際着工はすべて富永の手によるものである。1935年東京都江東区深川で和裁職人の家に生まれる。24歳で父につき和裁を習得した。第十四代横綱の土地二式の着物を、 仕立てていたこともあったという。1950年頃呼び出し観基地から五福店を通して再着子の制作を依頼され、父が型紙を制作、数年後から再着子の制作に関わるようになった。すべて手縫いで再着子を制作しているのは富永だけで、ある。1996年3月22日、相撲呼び出し再着子制作が、 江東区登録無形文化財2013年4月3日江東区指定文化財となった2006年11月に切松着古に関する技能に卓越しているとして現代の名工の表彰を厚生労働省から受けた大相撲呼び出しの際着古政策を一手に引き受ける一方で技術伝承にも尽力し一般社団法人全国 和裁着総団体連合会の和裁講習会での講師中村中の和彩技能者一門会の代表者となり産業スクーリング事業への参加深川江戸資料館でたびたび実演を行うなど技術の疲労普及に携わっている。彩着子彩着子は足首からふくらはぎにかけて細く仕立てられた袴で立ち付けと呼ばれる山袴の一種。 サイツケハカマ、リツツケハカマとも表記されるが、日本相撲協会ではサイチャッコの表記を用いる。しっかに縫い付けられた紐で縛り、ふくらはぎから足首までを直た旅のように小はぜで留める。制作においての特徴は、和裁は一般に型紙を使わないものであるが、型紙を用いて生地を裁断する。使用者の体型に合わせ寸法をノートに記録し、一枚ずつ制作されており、 特にふくらはぎから足首にかけての寸法は、製作上の要であるという。生地を足の指に挟み込み、あぐらをかいて、生地を引っ張りながら針を進める。一枚を完成させるのに三日を要する。力士が横綱、大関に昇進すると、四個名の刺繍を施した腰板で再着工を製作し、呼び出し全員に力士が寄贈するのが、習わしとなっている。そのため、 昇進力士が出ると家業を継ぐ次女と共に家族総出で大忙しとなる。ありがとうございます。